三菱4 g 3系、6 g 3系エンジンは1969年から1999年まで、三菱自動車工業によって製造されていた1.2リットルから1.8リットルの直列4気筒ガソリンエンジン及び2.0リットルの直列6気筒ガソリンエンジン、通称サターンエンジン。バルブ駆動方式は、ギャラン GTOMR 専用の 4G32 型。 DOHC エンジンを除き、すべてサイチェシーを採用していた。同社発の OHC 機構を用いた4ストロークのガソリンエンジンである。アルミ合金製のヘッドに5クランクベアリング方式の中鉄製シリンダーブロックが組み合わされた頑丈なエンジンで、当初はカムシャフトの駆動にタイミングチェーンが用いられていたが、後発の G32 バイトと 4G36。 G37 バイトに限りタイミングベルトとサイレントシャフト MCAJET が用いられた。もっとも1.6リットルのサイチェシーヘッド版の 4G32 型エンジンは登場当時同社の初代コルトギャランや初代ランサーなどの小型車に搭載され、いずれも国内外のラリーシーンで大いに活躍し優れた好成績を収めていた。三菱 4G32 エンジン1986年式、ヒュンダイステラの 4G32 サイチェシー、シングルキャブレターエンジン1970年式ギャラン GTOAII、GS の 4G32 サイチェシー、ツインキャブレターエンジン三菱、ギャランシグマの G32 バイトシングルキャブレター使用エンジン三菱、ミラージュの 4G32EC 使用エンジン脚中、 日本のスポーツ車1960から1990第84回三菱コルディア 1600GSRS ターボ1982年2月注射区タービン上流側にキャブレターが配置されたキャブターボである。ありがとうございます。